フロリダ州エバーグレーズ国立公園におけるエアボートを用いた自然観光エアボートエアボートは平底で比較的小型の船舶である。プロペラボートまたはファンボートとも呼ばれる。航空機用または自動車用のエンジンで船尾に備えた推進式のプロペラを駆動し前進する。なお、初期の航空士でエアボートという英語は水蒸気や 飛行艇を指した時期があるが、本港で述べるエアボートとは無関係。標準的な構造としては、平底の船体後部に大出力エンジンをマウントし、後方のやや高い位置に巨大なプロペラが取り付けられる。プロペラは鳥かご状の金属枠で前方を保護され、障害物の吸い込みによる破損や巻き込みによる人的被害を防ぐ。ソーダは航空機と同様にプロペラ後方に設けた。 方向だを操縦管で操作して行う。ブレーキはないので減速や停止は操船技術に依存するが、中にはプロペラピッチの逆転による更新機能を備えたものもある。クラムシェル式の逆進機構を備えた船もあるが、一般的ではない。温暖な湿地帯を航行するタイプでは、覆い茂る水辺の植物によって視界を遮られないよう操縦席がプロペラ直前の高所に、 むき出しで設けられることが多いが、寒冷地や救助を目的としたタイプには、操縦室や救助者保護用の船室を備え、外観がホバークラフトに似たハーフキャビンやキャビンタイプもある。出力は最大500馬力を超えるものも多い。カトリーナによる水害発生後、エアボートで移送される住民アメリカ合衆国税関、国境警備局によるエアボートを用いた、 リオグランデカワ神の国境紹介特にアメリカではポピュラーな乗り物として認知されておりエバーグレーズ国立公園など湿地帯での観光用レジャーボートが有名である専門メーカーも多くあるがキットなどで製作から楽しむ人も多いまた洪水など水害における理想的な救助艇としてもポピュラーである2005年8月29日に ハリケーンカトリーナによってニューオーリンズで引き起こされた大規模な洪水被害に際しては全米からエアボートが集められて救助活動に当たった。日本においては洪水や津波関水時の水田地帯の環境が湿地帯の環境に類似しているため救助艇として行政によるエアボート導入の動きが活発化しつつある。その他に 米軍や大軍などは、湿地帯や水田地帯などにおける、エアボートの行動力を早くから認め、軍用のエアボートを所有しており、ベトナム戦争では、通常の船舶が使用できない地域で米軍が、小海底として使用した例がある。平底であることに加えて、水面下に、スクリューや火事などの突起物が一切ない。そのため、水面下の岩や瓦礫で、スクリューや火事を損傷したり、 ビニールや海藻を巻き込むなどの懸念がなく、浅い水路や河川、池はもちろん、湿地や沼地、凍った湖等でも操船が容易である上に、スクリューで漂流者を傷つけることがない。高出力のエンジンを積んだものでは陸上に横たえられた直径1メートル程度の丸太も乗り越えることが可能である。これらの利点により、欧米特にアメリカでは、表情や 河川氾濫による冠水地域救助活動で理想的乗り物として利用される。また、日本では津波災害における大量のがれき漂流海域での救助活動において特に漂流がれきに船体を乗り上げていくといった一般船舶やゴムボート、ホバークラフトなどでは救助活動が困難な状況での利用が注目されつつある。2015年9月10日の絹川の 堤防決壊による上層市の冠水被害地域において翌9月11日に国内初のエアボートによる救助活動が行われその有効性が実証されたその他度車載外時の出流域においても迅速な救助活動が期待されるプロペラ推進のため騒音が大きく燃費が悪いこのため近年ではプロペラの羽の枚数を増やす多羽化や 軽量高強度のカーボン素材の採用、エンジンマフラーの取り付けといった騒音対策が取り入れられている。日本の沿岸は人口中密な地域が多く、導入の際にはより徹底した騒音対策が求められる。救助活動の際にはサイレントタイムの導入などの運用上の工夫が必要である。推進力が航空リ学に基づくものであることから、エアボートの能力の維持。 工場の際、船舶知識だけでは対応しきれない難点を有する。そのため、海外のように、ホームビルドで楽しみたくても、自動車で有車検に該当する、船舶検査を通過させることが至難である。操縦技術についても、専門のインストラクターによる指導が不可欠だが、日本では、インストラクター資格保有者がほとんど存在しない。 未熟な知識のままでの操船は、船首の激しいバンピングや、船海時のカウンタートルクにより、船舶の転覆を引き起こす危険をはらむ。1953年6月に発生した西日本水害では、米空軍所有のプロペラ艇2隻が出動した。プロペラ艇は、横浜から空路と鉄路を経て、都市まで送られた急速路掛けを積み込み、冠水した畜後川流域を横断して、 クルメ市のクルメ大学本館まで輸送した。その後、2隻のプロペラ艇は、洪水で氾濫した流域の救助活動に用いられた。海上保安庁では、1959年に6メートル型プロペラ艇、飛炎を導入し、1969年まで救助艇として運用した。それ以降は、放送されたアメリカのテレビドラマ、クマとマーク少年。 特装刑事マイアミバイスなどに登場した乗り物として認識される程度だった。しかし2011年の東日本大震災をきっかけにフレッシュエアが日本で唯一エアボート製造を事業化したことで急難艇としての普及が模索されている。2015年9月10日の関東、東北豪雨では茨城県上層市の絹川での堤防決壊で フレッシュエアーが提供したエアボート一定が消防指揮下で救助活動に活用、深夜からの捜索で46名を救助した。2017年には南海トラフ地震対策として一定が高知県警察に採用されたほか、4月には木の川の大水害に見舞われた茨城県境町が水害救難や観光を目的に自治体として初めてエアボートを導入した。 2019年1月には東京都が災害速応対処部隊創設に伴いエアボートの導入を検討し2020年3月に大小核一定のエアボートが東京消防庁に納入された日本国内での製造メーカーはフレッシュエアー社のみ輸入代行を行うことは現時点では容易であり業者は存在しているただしエアボートという非常に特殊な手を維持する 専門的知識と技術まで提供することはできていない。また、そうした、体のほぼ全てが、レジャー目的である。ありがとうございます。